はい、今回のテーマとしてはこれから表ソフトを使用される方々に加藤コーチが伝えたいことについてお話をしていきたいと思います。まあ、新たに卓球を始めて、まあ、その最初に春ラバーが、まあ、表ソフト、また裏ソフトから表ソフトに新規一点でラバーを変更して卓球をしていく、まあ、そういった方々はやはり多くいらっしゃると思います。で今回は、まあ、そういった方々に、まあ、加藤コーチが、まあ、これだけは覚えていてほしいといった、まあ、メッセージをお話ししていきたいと思います。ぜひとも最後までご視聴ください。でその一つ目としては、表ソフトラバーが打ちやすいと思い込みすぎないということです。これは特に裏ソフトから表ソフトに変更される方で多いんですけど、やはり裏ソフトから表ソフトに変える、で表ソフトというのは、まあ、様々な種類があるんですけど、やはりそれなりの癖を持ったラバーだと私は思っています。でその癖に対していわゆるこのラバー打ちにくいわ、それだけで判断してしまうと表ソフトって正直使えないんですよ。その癖ありきの表ソフトなんで、まあ、裏ソフトに比べたら確かに最初は打ちにくいな、ボールが落ちるなっていう印象を持つかもしれないんですけど、まあ、そこは表ソフトとはそういうものなんやということを、まあ、しっかり理解した上で、まあ、使用してもらうことがやはり大事かなと感じております。まあ、初めて表ソフトを使用される方でも、表ソフトというのは、まあ、ボールの球離れが早かったり、まあ、ボールが自分の思った以上に飛んでいってしまうといった、まあ、感覚を持つことは絶対にあるんですけど、まあ、そこでもう使わへんってなるんじゃなくて、まあ、そこをしっかり向き合った上で表ソフトをしっかり使用し続けてもらうことで、まあ、しっかり特徴を理解することもできますし、まあ、使いこなすこともできるようになってくるかなと感じております。こちらが一つ目ですね。二つ目としては、相手側の立場でしっかり考えられるようになるということです。まあ、表ソフトって、まあ、先ほどもお伝えさせてもらったように、まあ、めちゃくちゃ打ちやすいラバーではないと思います。でその打ちにくいだけだったら確かに表ソフトって使う意味がないんですけど、まあ、自分がちょっと打ちにくいイコール、まあ、相手側が取りづらいボールが出ることもあるんですね。まあ、そこをしっかり踏まえた上で表ソフトを使う、表ソフトのラバーを選択してもらうことが大事になってきます。まあ、いわゆるナックルが出るということですよね。軽くラリーを合わせる、まあ、強いボールを打った時に相手がポトンって落ちるようなボール、これってすごい魅力的なボールですし、まあ、これをしっかり出して、まあ、いわゆる試合の中で点が取れるんやったら、ちょっと打ちにくくても使用する価値は絶対にありますし、まあ、それが表ソフトラバーのいいところですよね。変化の部分を重視すると、まあ、絶対に自分の中の打ちにくさであったり、まあ、違和感のようなものは絶対最初は生まれるんですよ。ただそれが逆にそのラバーのいい部分でもあるんで、もうそこをしっかり判断、理解してもらうことが必要になってきます。まあ、表ソフトの回転といった要素でもそうなんですけど、まあ、回転がかけやすい、回転がめちゃくちゃかかる、これも相手ありきなんですよ。表ソフトってやはり裏ソフトに回転量の部分で勝つことはなかなか難しいから、まあ、回転をかける意味がないと言われがちですけど、そこはまた違って、まあ、回転がかけやすい、しっかり回転をかけることができたら、まあ、表ソフトのならではの変化が出たりもするので、まあ、そういった自分の感覚だけじゃなくて相手側がどう感じているのかというところにしっかり焦点を置いて表ソフトを使用するようにしましょう。3つ目としては、練習だけでラバーを判断しないということです。一番良くないのは、まあ、ワンコースだけですよね。まあ、フォアのワンコースパンパンパンって言って、うわ、このラバーめっちゃいいやん。バックパンパンパンやって、このラバーめっちゃいいやん。それだけじゃないですよね。表ソフトでやはり大事になるのは、小技です。まあ、つっつき、ストップといって台上技術であったり、強打に持っていくためのつなぎの技術。そこをしっかり判断しようと思ったら、まあ、練習だけじゃなくて、やはり試合もやってもらうことが大事なんですよね。まあ、試合の中で、まあ、そういった細かい技術もそうですし、まあ、9対9とか10対10とか自分が緊張した場面、まあ、しんどい場面でラバーの進化を発揮させることができるのかどうか、自分自身にそのラバーが合っているのかどうか、まあ、分かると思うんですよ。まあ、普段やってるやりやすい相手とやっているだけだったらラバーってほとんどよく見えてしまうんですよ。それだけだとあまり良くなくって、ラバーの悪い部分もしっかり見ることが大事になってきます。まあ、悪い部分というのは、やはりコントロール性があるかどうか、自分の打っている感触があるのか、打球感がいいのか、まあ、そういった細かい部分にもなってきます。でそういった細かい部分が試合の大事な場面で、まあ、生きてくると私は考えておりますので、まあ、簡単な練習だけで判断をしないこと、これもすごい重要なポイントになってきます。そして4つ目、これは本当に私からのメッセージなんですけど、表ソフトだからこういった技術はできないと決めつけないということです。あるあるなのが回転系の技術ですよね。
まあ、表ソフトはやはり回転のかかりにくい技術だからドライブは使わなくていい、スマッシュすればいいとか、まあ、言ってしまえば後ろで下がったらダメとか、まあ、表ソフトだからやったらいけないという固定観念って結構あると思うんですよ。それを全てそうだと思い込みすぎないということですね。確かに打てるなら極力スマッシュ、前で卓球できるなら極力前でといった考え方はあるんですけど、だからといってそれを完全に消してしまったらダメなんですよ。逆に考えてしまえば、例えば表ソフトでもしっかり質の高いドライブを打てればそれはすごい効果的な技術だし、表ソフトでも後ろに下がっても裏ソフトに打ち負けないぐらいのボールを打つことができる、そういった考え方を持つことも私はすごい重要だと思っていて、それが誰もやらないことをやる自分自身の卓球の特徴であり長所になってくるんで、まあ、柔軟な考え方をしてもらうということですね。表ソフトはこういった技術やらへんって思われがちだから、あえてその技術を徹底して練習することによって相手の驚かすプレーをやってやろうとか、まあ、そういった考え方をしてもらうと試合に勝ちやすい選手になるかなと思います。まあ、みんなが思うような王道の卓球だけしていても、やはり試合に勝つのって難しいですし、私はそれは表ソフトの良さが出ないと思っていて、表ソフトの良さを出すのは誰もやらない独自の卓球を作り上げることだと思いますので、まあ、そういった常識にとらわれないような考え方で、まあ、普段の練習であったり、まあ、技術の考え方を作ってもらうといいかなと私は思っております。まとめとしては、まあ、今回も全体の話なんですけど、ただこの考え方という部分があることによって自分の卓球の形がやっぱり出来上がりますし、その自分の考えを持っているからラバー選択もできると思うんですよ。まあ、横目やったら横目の自分の考え、こういった考えがあるからこのラバーを使う、まあ、縦目でも変化系でも大事なことはやはり自分の卓球をしっかり持っておくこと。誰かに言われ続けてその言われた通りに卓球だけやっていても、やはり大事な場面で点数が取れない選手になってしまうと私は思っていて、自分のことをしっかり理解した上で、まあ、卓球を作り上げる、ラバーを選択してあげる、まあ、そのための手助けになるように今回のメッセージを私はお伝えしているつもりで、まあ、こういった考え方を踏まえて、まあ、自分の卓球はこういった形を作ろう。もちろん私の考え方、メッセージが全てじゃないので、まあ、それ以外にも加藤コーチはこういう考え方やけど私はこういった考え方といったように、まあ、自分の考えをどんどんプラスしていってもらった方が私はいいと思っていますし、まあ、そういった選手って私の中ですごい魅力的な選手だと思います。まあ、使用される割合もやはりどんどん少なくなっている表ソフトですし、まあ、その表ソフトの良さを少しでも引き出して、まあ、卓球をしてもらう、まあ、試合に勝ってもらう、まあ、それが私の願いでもありますし、まあ、それが試合に勝つ近道でもあると私は思っていますので、まあ、今回のメッセージ皆さんの参考になれば幸いだと思っております。もしこの動画が参考になった方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。